寿司屋の寿司屋の愛席イースカ、新しい技術と発想でウェルビーイングな街と暮らしを、スマートシティ略して寿司ネタを全国各地で広げて回る番組です。おはこんばんちは。最近ですね、皆さん動画とか見てますか？動画、まあ、いろんな動画あるんですけども、まあ、YouTube だったりなんか TikTok だったり、あとは Instagram とかでもね、あのリールとかねあったりしますよね。そういうネット系のあのショート動画みたいなやつのことです。まあ、結構 Facebook とかで出てくる短い動画となんかもね、結構なんかね、結構引き寄せられるんですよ。ついちょっと良くないなと思いながら、なんか面白いの結構並んでくるとですね、見ちゃったりするんですよね、と。で、面白いの作る人がいっぱいいるなというふうにふんって思ってたりとか、まあ時々ね、あのテレビのね、やつを、映してきて、これじゃ著作権大丈夫なのかっていうのもいろいろあったりしますけども、まあ見てて、で時々広告がね入ってきたりするんですよね。まあまあ見てるとなんかもう全部広告って書いてなくても広告みたいな気もしなくもないんですけど、でこれそうそう、これ広告出してる方ってっていうのはやっぱり何か売りたいものがあったりとか、何かまあ何でしょうね、自分のところのウェブサイトにこの人をこう持ってきたいですとか、いろんな目的があってやってるんだと思いますと。でふとですね、これちょっとスマートシティの方にここから寄せて考えてるんですけども、まあよくね、あのスマートシティの市民中心のとか市民視点のみたいなことを言うんですけど、まあそれはいわゆる戒めのような形で、いわゆるこう提供者目線でね、この勝手に独りよがりなものは作るんじゃないよ、ないよと。で、市民にとって求められるようなものを、提供していこうよということを、まあ結構ね、忘れがちなんですよ。いろいろやってると、やっぱりこうビジネスにしなきゃみたいなことですとか、まあ、事業としてね、こう市でやることになったからやんなきゃみたいな、やっぱりやんなきゃやんなきゃ観点でいろんな仕組みですとかサービスがね、広がるというか、まあ提供される中で、まあ、結局使う側の方がね全然なびかなくて、何これみたいなこうことを言われてしまうみたいな、残念なケースっていうのが、まあ、やっぱり結構あるということです。もう誰も悪くないと思うんですよ。これ誰も悪くないんですよ。みんな必死に頑張ってやってるので。でもただやっぱりそういう残念な状況になる前に、まあ、改めてこの市民起点とか市民視点でっていうのを考えてみた方がいいと思うんですよね。で、この市民視点って言った時に、このショート動画ですかね。まあ、こういうので結局見られているものっていうのが、視聴率の高いものっていうのが、まあ、結局市民のね、皆さんにとっては興味があるというか、なんかそういうものだというふうに捉えられなくもないのかなと。まあ、潜在的に、なんか何が自分たちは求めているのかもうよくわからない。まあ、日本なんて本当に物は、物とかね、そういう経済的には非常に発展していて、なんかもはやあまり諸外国に比べるとそんなにね、こう、まあ、あくまで比較の問題ですけどね、その、まあ、サービスなんかも本当に溢れているので、まあ、むしろ溢れすぎているので、まあ、そこから選択するのが難しいぐらいなところもあったりするぐらいで、やっぱり自分たちが何を求めているのかっていうのはもはやなんかよくわかんなくなってきているっていう、そういう時代になってるんだと思うんですよ。で、そんな中でも、まあ、やっぱりこう、見たいと思うものは、まあ、見ちゃったりもしますし、なんか、そういうものを紹介してほしい、リコメンドしてほしいみたいなところが結構ある。まあ、これも、また
リコメンドのアルゴリズムの問題にもなってくるんですけども、あんまりこう偏ったね、ものになってしまってもしょうがないですけど、まあ、そんな中でも、新しくもしかしたら興味あるんじゃないかみたいな、こう、リコメンドしてくれるっていうのはね、大事なんですよね。あまり偏りすぎると、ちょっとそれもそれで問題なんですけども、まあ、そんな中でですよ、例えば、なんかスマートシティなんかでも、まあ、結構その新しいサービスをですね、事業やってる企業の方々は作られて、まあ、それを例えばその自治体とかそういったところに導入をしたいというふうに考えてですね、売り込みって言ったらあれですけど、まあ、商談をね、しに行ったりとかするんですけども、なんかそもそも、市民起点、市民中心にというのであれば、先に市民の方々にこういうのどうあったらどうすかねみたいなことを尋ねながら、でその市民の方にとって、あ、これいいっすねみたいな風に思ってもらえるかどうかみたいなね、なんかそういう感覚、確証を得ながらやっていくっていうのは結構大事なことなんじゃないのかなと思うんですよ。で、やっぱりこう解説したね、この商品開発説みたいな文章なんかやっぱりいろいろあるんですけども、やっぱ使う側のこの、例えば市民の方がそれ受けて自分がなんか使うみたいなことをサービス体験するみたいな時に、やっぱりなんかよくわからないので、読むのとかだとね、よくわからないところもあるので、まあ、この動画、ショート動画みたいな風に仕立ててですね、こういうものが導入されるとこんな生活が実現できるんですよ、みたいな。で、それに対していいか悪いかみたいなのを、視聴率という観点で測ってみて、で、そこから、まあ、これだけの方々が、やりたいと言ってますみたいなことを確証にするとか、まあ、あとは、もうちょっと、これはどこまで、声上げられるかっていうのはあるんですけど、市民の方から、なんかこういういいのがあったんだけど、うちの地域ではやんないのかみたいなですね、そういう機運を盛り上げるみたいなことっていうのも必要なんじゃないのかなと。まあ、必要というか、なんかそういうことがあると、まあ、導入に向けた意欲、意識、理由みたいなものが立ってくるんじゃないのかというふうに、まあ、浅はかながらね、思っているわけですよ。で、この間ですね、TikTok の営業の人に、ちょっと TikTok で広告出すのどうですかみたいな、まあ、営業、まあ、要は営業メールなんですけど、ちょうど入ってきたので、あ、なんかどんな仕組みなのかなと思って聞いてみたんですけども、やっぱり TikTok ね、すごいですよ。特に、まあ、Z 世代とかもっとね、若いような、アルファ世代みたいなのありますけども、もう本当そういう若いこれからのね、方々が、まあ、めっちゃ見てるというかですね、まあ、メインはそのあたりの方々。まあ、もちろん、まあ、社会人ね、前半ぐらいのね、20代、30代ぐらいの方も、まあ、かなりの数が見ておられるというのと、やっぱりこう、見られてる数ですかね、視聴率みたいなところも、圧倒的になってきてるみたいなことでですね、いや、これは確かになんとなくね、こう昔は、若いね、可愛い子がなんか踊ってみたいな、いうふうなイメージもありますけども、なんかちょっと面白いこと言ってたんですけどね、そこで。なんかそういうものだけじゃなくて、いろいろと他の、例えばその教育系のコンテンツですとか、アートとか、なんか旅行みたいなものとか、グルメとかですね、なんかそういったものも、かなり、広がってきているということを聞いてですね、その辺のね、視聴率というか、なんかその、まあ、結構上がってきているというのを聞いて、ちょっとふと、普段は結構ね、私 Facebook ばっかり見てたりするんですけど、ちょっとふと TikTok をずっと眺めてみて、まあ、確かにね、なんかそういうの見応えあるものとかね、結構あるんですよ。例えばなんか、どこどこのグルメの情報ですとか、なんかどこどこの地域でね、こんないいところがあって、こう、なんかまあ、若い子がこう案内してくれるみたいなこととか、そういう、なんて言うんでしょう、こう、地域活性みたいなことで、割と、まあ、ちょいちょい見たなという感じなんですね。で、あえてちょっとそういったところにね、このいいねをつけて、なんかそういうものがより表示されるようにしようとしたんですけど、でも案外こう同じ
人、同じ人が作ったものばっかり結構出てくるんですよね。そんなにまだまだあの数というか種類はないなという印象で、まあこれはでもちょっと私がまだあんまりそんなに見てないからかもしれないですけど、なんかこういう地域活性、地方創生みたいなね、文脈で TikTok 使うみたいなのは、あれなんかもっと意外とあってもいいのだと思いながらあんまりないなという感じです。で、やっぱりこう、いいね、動画をね、こう、あの作っていくっていうところ、まあ、ここにまだ技術が必要なのかもしれませんというところで、じゃあ制作会社はどんなところがあるのかなっていうのを、まあ、これもあの TikTok の営業の方にちょっといくつか教えていただいたんですけども、まあ、そうですね、まあ、あのやっぱりこう売れるインフルエンサーみたいな方にお願いすると結構1本、ね、何十万とかあのかかるのが相場ですみたいな話もあって、まあ、それはそうだなと、まあ、そういう売れる方がね作るのは、まあ、確かにあの重要かもしれませんけども、まあ、もうちょっとね、あの裾野がすごい広がってもいいだろうなと思いますと、まあ、誰でも、まあ、ある種誰もこうスマホ一つあればね作れちゃうっていうか、そういうところもあるので、まあ、これは割と入りやすいというか、なんかそういう動画制作の、もうあの制作会社なんかはたくさんいくつか、まあ、たくさんというほどでもないかもしれないですけど、まあ、いくつかね、あるので、まあ、そういったところもありますけど、まあ、地方地域でなんかそういったことを、なんか慣れてるうまい方なんかね、やっぱりいたりするので、まあ、そういう仕事エコシステムというのもあるんじゃないのかなというふうに思ったところでございます。はい。まあ、とりあえずなんか一本載せてみることかなというふうに思ったので、ちょっと、楽しそうだなと思ったので、はい、この辺をちょっと今後活用してみたいなというふうに思いました。はい、どうでしょうか。